うん、危ねえ。ギリギリ多分今鼻が焦げたりとかしたはず。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでやっていきますか。今のお願いはこんな感じです。今回は、お、もう3ページ目に来た。敵か味方か、カロンの甲羅。敵か味方か？あ、でもまあ味方にしたら強いよね。今度私の部屋をこんな感じにしようと思ってんだ。お客さんはカロンコーラを履いたら溶岩を渡れるし、私っぽくってなかなかオシャレだと思うんだけどどうかな。人気寮の MC。君が誰か知らんから私っぽいと言われても困るけど。カロンコーラを履く？履く？履くとは。それではお願いしまーす。履くの。どういう状態？動かん。履くの。あ、履いた。ねえ、履いたよ。あ、横からこうやって飛ばすのも。え、じゃあ何？ここは、浮かべるの？あ、すごい。お、お、あ、ちょっと待って。脱げた。ねえ、脱げたよ。あ、あ、もうちょっと遠くに飛ばんといかんわけやね。よし、行くぜ。なんかこの音楽めっちゃせかされる感が。あ、いた。びっくりした。びっくり。そっか、ここに上がるタイミングとかも考えんといかんのよね。カロンそのものやん。あ、痛い。え痛い。あ、待って。やばい。そういう感じか。ちょ。あ、そっか。ちょ、待って。これでやったら、浮かべるけん、コインが取れるんや。痛い。あ、甲羅が欲しいです。ちょっと待ってー。あー、なんてこと。あそこに行ったら甲羅があるんやね。ほ。そして、はい、10コイン取って。あら、危ない怖い。あー、なに？ダメなの。沈んだ？お、これは下じゃなく、おっと、あぶねえ。あーっと、ぬ、あなんてこったい。あー。あ、危険。あー、ちょっと待って。ぷかぷか浮いたまま左の方行かんといかんのかな。どうしよう。コインよりも自分の身を優先した方がいいかしら。おー、びっくり。どの辺？あ、あの部分に、あのブロックがあるところが、か、うわ、危ねえ。怖い。で、あの数分打ち上がるってことやね。へぇー。お、中間。いいー、ちょっと待って。マジか、潰された。なに。あ、これさ、ちょっと待って。は、で、これで、よっしゃ、崩したよ。え、あー、ちょ、なに、びっくりした。あー、待って、浮き上がってきた、クソ。ふわー、とりあえずあの、一個は私の身を守るために使いたいんで、あと1個分。あ、崩れた。あ、なに？下を押したら崩れるのか。Lステック下で崩れるの。そういうことね。それは、何のために？あ、これで進めると思うんやけど。おっと？大丈夫か、この辺は。あ、そろそろゴールなんじゃない？どう？どう？違う？あ、いり、て。待って、危険な気がする。カロンの甲羅が欲しい、安心感が。は。お、お、
あ、あそこに。ちょっと待って待って待って。あい。あい。ほっ。びっくりした。もうクッパおるよ、クッパ。これ倒して。ふい。何回。あー！やだー、やめてー。やだー、やめてー。え、クッパおらんくなったよ。やったね。これ結構よく見るやつじゃない？クッパの後ろの斧のやつ。ふぅー。やりきった感。よし。コースコイン26やって、しょっぽ。しょっぽ。新しく作れるやつ別にないんやろ？完成したのは西館の1階のやつね。うんうん。1200。よし、頑張って貯めていくわ、私。お願い。今のお願い、こんな感じです。てか、なんかこの、一個一個のこのコースによって、することが全然違うくって、めっちゃ難しいんやけど。飛び上がれ、竜巻砂漠。キキキ、砂漠に竜巻を発生させましたよ。ゴールできた者には褒美を出しますよ。コツは竜巻に入って体が沈んだら B で大ジャンプです。とある魔法使い。誰だ？砂漠に竜巻、ゴールできた者には褒美。竜巻に入って体が沈んだら B で大ジャンプ。巻き込まれても死ぬことはないの。B で大ジャンプせんかったら死ぬってこと？頑張ってこう。どれぐらい沈ん、あ、これか。あ、これか、竜巻って。なるほどね。前出てきたね。よいしょ。この子なら死なない気がする。で、甘く見とったらいかんのかな、もしかして。あ、わからんけれども。てぃー。これあれよね。あ、不明やつよね。早く沈めよう。よいしょ。ふー、怖い。てか、羽めっちゃギリギリやけど。困っていける。てぃー。あ、なんかいい。なんかいい。ポイン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 。よいしょ、OK。しかしここ竜巻使って大ジャンプが良かったんかな、びっくりしたー。めっちゃびっくりした。あ、これで削り取っていったら、え、待って、30コインなくなったんやけど。え、これもしかしてなんかこの、いや、ないんだ。ん？あ、あの上はなんかブロックがある。あっこには入れんのやね。あれが出てくるというだけ。今のところとりあえずめっちゃ簡単にここまでやってきたけど、銃取りたいな。下下がれるんかな。あ、いける。吹き上げられた。つら。これは、あ、やめてよ、巻き上げないでよ。これどうやって行ったらいいんやろ。いけんのかな。違う違う違う。はっ。引き上げられる。あはダメやった。お、なんだなんだなんだ。出てきた。こっち側から行けるとか、いけねー。いけねー。ちょっと待って、ちょっと待って。私そこのブロックも崩したいなって思ってるから、ちょっと待って。く、こういう感じで行けたりとか。はっ。あー、ちょっと待って。まあ、コインやけん、もういいか。上から。これもゴールなんじゃない？どうよ。超巻き上げられて、いいね。あ、これ下、危険なやつや。あ、ちょっと落ちた落ちた落ちた。イエーイ。あ、ちょっと待って。ダメや、ずれたね、ちょっと。は、わー。ちょっと待って。そっか、何も動かしてなくてもダメなんやね。で、あーはーっとー。お、おー、危ねー。これゴールじゃね？ふぅー。やったー。今のめっちゃ綺麗な感じでいけたよ。なんか最後に旗がないとちょっとしまらん感じするけど。そんなもんか。ふぅー。もっとコインがいるな。あ、あとちょっとやんね、でも、コイン。今のお願いはこんな感じです。抜き足、差し足、ジャンプなし、ジャンプなし？どういうこと？
ジャンプした後着地したらダメというアトラクションの登場だ。誰かクリアできるかな？クリアできたらご褒美だ。ヒントは Y のダッシュをうまく使うことだな。クククアトラクション好き青年。一回地面から離れたら着地しないでゴール。一回地面から離れたら着地しないでゴール、どういう状態？ジャンプした後着地したらダメ。うまくわからん、なんかよくわからないんだけど、ジャンプをしなければいいの？とりあえず手を気をつけて。着地しないでゴールとか無理じゃね？一回地面から離れたら着地しないでゴール。おぉ、びっくり。とりあえずなんかルールがよくわからない。あ、離れた。離れた。離れた。速攻で離れた。え、待って。敵はどうするの？え？なに？敵はどうしたらいいの？あ、消えるのか、そこで。なるほどね。とりあえず、消えるのを待って、進むと。え？ああ、そういう感じか。で、これも、ジャンプしなくっても、あ、で、あれに捕まったらいいんかな？コイン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 。ひえー。これはちゃんと いけるいけたー。なんかあのね。え？え？無理じゃない？ちょっと待って、どうすればよかったん今の。え、何、どうすればよかったん？こっちではないということ。ちょっと一旦さ、一旦あの、何これ。え、何あれ、コインだらけになったよ、なんか。よいしょ。そっか、地面を離れてはいけないというのはあれないよね。あー、捕まれた、捕まれた。マジで？そういう感じ？え、ちょっと待ってよ。これブブーって何？何がブブーなの？あ、もうこれで着地するやん、ほら。ほら、着地するやん。え？こっから出てきた。ん？こっから出てきたよ。ってことはここではない。めっちゃつままれる。え、ちょっと待って、とりあえずなんかコースを把握しないことにはよくわかんないんだけど、私。え、どうなるんだ。だってここの時点であれでしょ。だってここでさ、地面離れるけど、ああ、そういう感じか。なるほどね。持ってきてくれるのか。で、あとは？痛い。え、あとはどうしたらいいんだ？あの上に行きたいんよね。はいはい。テレサに気づかれて、で、こう来るわけやん。で？で、なんなんすか。ふぅ。ねえ、チョロプー、どうすればいいの、私は。これで、この大砲に、乗るのか。乗るのか。はぁ、すげえ、乗っけてくれた。そんなことができるのか。で、え、怖い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 。で、これで押し上げてもらって、あー、おし。来いよ、来いよ。はっ。いくぜい。さあ、おいで。お、びっくりした。へえ。へえ。今の音符ブロックは何にも反応せんかったね。
あれで、よいしょ。これで、あ、何もせんかったらいいんか。そういうことか。なるほどね。さーて、行くぜい。来いよ、来いよ。こっちだ、こっちだ。まだやった。よし、これで、ちち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 ち。うー、びっくり。はっ。このくるくる回るよりちっこいテレサたちも平気なんやね。いくぜー。はっ。うー、危ねえ。ギリギリ多分今鼻が焦げたりとかしたはず。あれはなんか関係あるんだろうか。ちょ、入らせて。入らせて。危ねえ。てか、中間の旗どこ？あ、ちょっと待って、投げ捨てる。中間の旗マジでどこにあるの？おお、危ねえ。怖いよ。はい。あ、じゃ早く。ドーナツ。ドーナツ邪魔。ここ多分入れるんや。あー、でもあっこブロック。もしかしてあれですか？あっこのブロックも、あの P ボタンで変わったってことか。うわぁ、これはさっきのチョロプーと同じ展開。おいよ、私を乗せるがいいさ。イエーイ。超絶楽に移動させていただけるよ。これで、どうしたらいいの？すっと降りればいいんすかね？1。でもこれで、条件クリアしたもんね。オッケー。はぁ、めっちゃ難しかったんですけど、怖い。あ、でもできるもんやね。やったよ。はい、作れるものがあります。はい。今はこんな感じです。本館2回作り出すよ。じゃあ本当に作っちゃいまーす。はい。オッケー。それじゃあ工事スタート。はぁ、一気になくなった。でもこれでやっと、お、4段階やね、次。本階2階の工事始まりました。さあ、お願いの方どんどん叶えて工事を進めましょう。新しいのが6件来てる。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ほんとなんかめっちゃいろんな、ね、ゴール条件まで定められたらちょっとだいぶ難しいね。でもそんなことができるんやっていうのもあるけど。